佐藤和夫動画チャンネルです。今日は志度大新1867号線俗に井頭二支号線の開通式がありますので、この場所に来てみました。この場所は主要地方道宇都宮真岡線から芳賀広域農道までの区間、俗に第一期工区と言われているところでありますが、今から完成披露を兼ねてやりますので、ちょっと会場まで行ってみたいと思います。ちょっとこのデジカメ、三脚立てて固定してありますので、ちょっとそこまで撮影してみたいと思います。今まではこの六地蔵のところまでが開通してたんですが、今日この先が開通するわけですね。会場に到着しました。